南三陸高校の入学式には普通科と情報ビジネス科の新入生55人が出席しました。式では難波智明校長が3年後南三陸町が大好きになったと言って卒業してもらいたいと新入生を激励すると、新入生の代表が誓いを述べました。生徒としての本分に反しないよう学業に精励することを誓います。志津川高校から校名を変更した南三陸高校は、今年度初の生徒の全国募集を行い、県外から5人が入学しました。南三陸高校を全国募集で志望してくださる方が増えるようになれば嬉しいなと思っています。森と海っていう2つの自然が同時に味わえるっていうことがすごくいいと思って決めました。南三陸高校の新入生たちは新たな高校生活をスタートさせました。